アメリカが徳川幕府と結んだ日米修好通商条約は、アメリカの製品を高く買わされ、日本の製品を安く買い叩かれる不平等なものでした。さらに徳川幕府は欧米諸国とも同様の条約を結ばされます。この不平等条約を改正し、各国と平等な形で関係を築くことは、明治政府の最重要課題だったのです。そして、岩倉具視を特命全権大使とする使節団が、この通商条約の改正、西洋文明の視察のため、欧米に向かいました。特使として、木戸孝允、大久保利通、伊藤博文、山口直義の4名、留学生を含めた総勢100名を超える大使節団でした。岩倉使節団はアメリカ、ヨーロッパなど欧米12カ国を訪問し、世界一周するという壮大な旅へ出ます。1871年12月、横浜港を出発し、最初の目的地、アメリカのサンフランシスコに到着します。それから一行はワシントンへ向かいます。5000キロにも及ぶ大陸横断鉄道での旅でした。ワシントンに着き、大統領に明治天皇を国書を渡すと、使節団の目的である条約の改正の話し合いを持ちます。しかし、この交渉が難しいことを知ります。そこで、使節団の目的は、欧米各国の国家制度や産業、技術、伝統、文化などの視察に切り替わりました。そして、約7ヶ月のアメリカ滞在を終え、一行はイギリスへ渡ります。約7ヶ月のアメリカ滞在を終え、精力的に一行はイギリス各地の工場地帯の視察に向かいます。ベルリンに着いた一行は、皇帝を補佐して政治を取り仕切っている帝国宰相ビスマルクの夕食会に招待されます。ビスマルクの話は使節団のメンバーに強い印象を与え、後の日本の政治に強い影響を及ぼしました。ビスマルク宰相との会議の後、一行は大久保、木戸への帰国命令を受け取ります。その知らせとは、日本と朝鮮との外交の危機を伝えるものでした。